仙台市体育館は、宮城県仙台市大白区富沢一丁目にある、市営の体育館。2005年より、B リーグの仙台十9アーズのホームアリーナとして利用されている。2016年7月より命名県上都により、亀アリーナ仙台の愛称を持つ。同館は、仙台市都心部から見て、南にある長町福都心の南西にあり、山口遺跡のほぼ中央に立つ。 隣接地には、富澤公園がある。アリーナのほか屋内トレーニング室、温水プールなどがあり、市民のスポーツ利用及び、各種大会などに利用されている。また、仙台十9アーズのホームアリーナとして使用されている。しかし、2007から2008シーズンは会場を確保、できなかった関係により、北仙台の仙台市青葉体育館で約半分の、 ホームゲームを開催した。2008から2009シーズンからは、ほとんどの試合を仙台市体育館で開催する。なお、2013から2014シーズンからは、主会場が長町福都市にあるゼビオアリーナ仙台に移っていたが、仙台市体育館でも年8試合開いていた。また、カイリーグボスクオーレ仙台のホームゲームが、カイリーグ加盟以来開催されている。 スポーツ以外では、東北大学をはじめとする大学などの入学式や、卒業式、成人式などの利用のほか、コンサートなどにも使用される。かつては、ディズニー・オン・アイスが、毎年開催されていた。仙台市の北東、千円地区にある陸町には、大型体育館である積水ハイムスーパーアリーナがあるが、交通の便が良くない。このため、全国からの来客が見込まれる。 世界大会などのスポーツイベントは、交通の利便性が高い仙台市体育館で、他方、主に、東北地方からの来客を見込んだ、集客力のある歌手のコンサートやファミリー向け、屋内イベントは、積水ハイムスーパーアリーナで開催される傾向がある。2016年7月、募集していた、命名権の優先交渉者が、仙台市内に本社を置く、総合商社、 仮名に決まったと発表。愛称は仮名アリーナ仙台となった。第1競技場。1階の壁面収納可動石を使用せずに仮設の土台の上にパイプ椅子を設置した例。かつてはアリーナ約47.7万人、プール約2.6万人の年間利用者だったようである。仙台市に提出された指定管理者評価シートに記載されているデータは以下の通り。 2007年度は改修工事をしたため、利用者数などが減少した。ありがとうございます。